はいさい、最近妻が格闘技にはまってついには試合にも出るようになった中本夫婦です。先日のデビュー戦第2戦ともに10万再生超えとなり、会場にも多くのファンが駆けつけてくれて本当に嬉しく思います。そんなこんなで夫婦で格闘技と YouTube に打ち込む日々を送り続けること7ヶ月、僕ら夫婦の身に史上最大のお仕事が舞い込んできました。そう、決まりました。本当、イエーイ。はい、そうです。おはようございます。おはようございます。当日だね。やばい、もう来ちゃったね、この日。やばいよ、本当に。どうしよう。これが東京ドームシティだよ。ウキウキするね。ああ。ちゃんまり見て、ほら、初ドームじゃない、ちゃんまりにとって。大きいね、ドーム。でかいね。すごい。鬼でかいな。こんなとこでやんの。そう。やば、楽しみだね。すぎる。いや、どうしよう。どうしようね。松本さんに感謝だ、本当。ありがとうございます。なんと世紀の一戦ザマッチ2022とタイアップすることになりました。デカティンさんの61キロ抜くらしいです。抜けないよ。おお、なんか良さげ。全然ダメや。いただきました。おお、ザマッチタオル。いいね。でも今オープニングファイト始まってて。そう、もう始まってるんだよね。この試合が終わったら俺たちも会場に行けるみたい。めっちゃ楽しみ。やばいな。ここで見るより全然違うでしょ。違うと思う。今まで見たさ、うん、会場のどれよりもめっちゃでかいじゃん。ほんとね。想像がつかん。ね、なんかもうこの控室だけで超豪華だけどね。まあそうだね、さすがって感じする。うわ、やべえ。やべえ。やべえ。めっちゃでかい。でかっ。なんこれ。うわー、えぐ。マジでやばいわ。リングあるね。うわー、あそこで戦うんだ。すげえ。なんか、あ、見てよ、こゲオさん。あ、ゲオさん応援してます。応援してます。どちらの最強を選ぶ。ゲーオビラサクレックだったね。K1 の元チャンピオン。お酒飲みていいのかな。今日お酒飲みながら仕事いいのかな。めっちゃリング近いんじゃない。え、本当近っ。うわ、広すぎて席どこかわからん。はじめ社長さんとかは前の方行ったのかな。あ、そうだね、そんな感じだと思う。シータキンさん、俺たちがデカミンさんたちと一緒のレッスン聞きましたよ、私めちゃめちゃ。マジこんな前の席なん。あ、マサトさん。どれにする？サンドイッチにしようかな。サンドイッチね。俺東京ドームカレーにしようかな。めっちゃなんか美味しそうじゃない。美味しそう。ちゃんとした喫茶店のやつって感じ。あ、ね。あ、パン美味しい。パン俺のカレーも早く届かないかな。カレー美味しそうだったね。カレー美味しそうだったね、うん、どんなすればいいんだろう。こういうなんかこういう分けられてくるカレーとか沖縄にないさ。え、かけるんじゃないの。これかけていいのかどうかちょっと、うん、悩むけど。いっちゃえ。出ちゃえ。お、結構お肉ゴロゴロしてるじゃん。すごい。ホロホロ。おお。なんかレストランのホテルのレストランの味がする。あ、ホテル。あ、なるほどね。そっか。今試合終わったばっかりのグローブにタッチできた。すごいな。すごい貴重な体験だな。嬉しい。わお。やった。うわ、すげえ。めちゃんこ盛り上がっとるな。やばいね。今日一ぐらいの勢いだね。今日一だね。これ喧嘩ファイトって言われてるからね。なんか裏メインみたいな扱いよね。みんなもペーパービュー買って見てほしいね。ねえ。あのアベマで試合は見れるから。ちょっと会場の雰囲気だけね、俺たちの動画で楽しんでもらってね。試合はちょっとペーパービューで綺麗に見て。ああ、やばいね。
がってるね。やばいね。やばいやばい。2人の入場すごかったね。すごかった。マジで、ね、すごかった。うわ、盛り上がり方やば。芦澤選手かっこよかったっす。かっこよかった。見てる方々で、これって才能ないなとか、俺なんかただの凡人だよとか思ってる人いると思うんですけど、でも俺も凡人なんで、ヤーマンならみんななれそうな気がするでしょ。なりたくないかもしれないけど。かっこいい。なんで、本当努力すればここまで来れるんで、皆さん頑張ってください。でこの後めっちゃ頑張る。うちの那須川選手がやってくれると思うんで、武尊選手もやってくれると思うんで、皆さん最高のエンターテイメントをご覧ください。以上です。かっこいいな。ついに次、天心対タケルだよ。始まるのもやばいね。なんかさ、この日一生来ないような変な感覚だった。確かにわかるわ、ね、本当に来るのかなみたいなね。ずっとどっちが勝つのかなって予想だけして、一生終わるような気がしてた。本当ね、6年前からなんならずっと予想を繰り返してるだけでさ、ね、この日が来るとは本当に思わなかったから。あと数分後とかに決まってんだ。そういうことだね。うわ、会場もね、なんか今嵐の前の静けさって感じで。なんだっけ、56,000何百人。ああ、そうそうそう、56,000何百人。これ、全部今、タケル選手の控え室の映像が流れてる。おお、やば。今どんな気持ちなんだろう。なんか、ちゃんまりの試合のセコンドつくときとはまた違った緊張がある。そりゃそうでしょ。全然違う緊張。そうでしょ。ちゃんまりのセコンドつくときの方がさすがに緊張するけど。ああ、そうかそうか。それそうだよ、嫁がボコボコに殴られる。そうか。殴り殴られしに行くんだから。やべえ。ついにだ。やべえな。
やば、マジで始まる。マジで始まっちゃう。始まっちゃう。どうしよう。おーいちゃん、だから、この東京ベルトという舞台、満員の舞台で戦って本当に応援しております。皆さん、それを見に来て歴史の勝利を感じます。